こんばんは、湯上がりの鍋さんです。今回はね、 F12 の続きをやろうと思います。でもうね、寝る寸前なんですけどね、ちょっと一本撮っとこうかなと思いまして、で今回はね、このね、動画のね、表紙にもあったこれ、長谷川のこの艶消し黒フィニッシュっていうね、まあ単純に言ってしまえばシールなんですけれど、これの使い方っていうの、いい使い方があるんでね、アップしようと思いました。それはね、これで使います。まあ簡単に言ってしまうと、この窓枠の部分っていうのをこれでやるとものすごく雰囲気が出るんですよね。まあそれのね、ところをちょっとお見せしようかなと思います。ではね、アングルを変えてアップで見てもらおうと思います。ではね、いきなり新品を使うわけにはいけないんでね、使いかけのやつからちゃんと見えるかな。制作に夢中になってるとね、見えなくなっちゃうんでね、その時はごめんなさいね。でね、まずはこれを切ります。おっとっと、切る時はカッターの刃をね、新品に変えてあげてくださいね。ポキッと。で定規で必要な分よりもちょっとね、多めにね、こんなもんかな。見える？見えるね。こんなもんでいいか。もったいないんでね、細くして使います。基本的なことなんですけど、プラモデルを作る前っていうのはしっかりね、手をね、石鹸で洗ってね、油分をできるだけ取ってあげてくださいね。じゃないとね、手の油がね、ボディについたり、まあ、もちろんシールの ね先着面にもついちゃったりすると、くっつきが悪くなったりね、後で剥がれてきたりするんでね。でまあちょっとこう切ったやつをこう当てがってみて、長さどのぐらい必要かなっていうね、こんなもん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 、まあちょっと多め見て、この辺もうあんまりね、長くあっても意味がないんで、ハサミ、ハサミ、あ、今見えてた？見えてなかった？あ、見えてなかったかもしれない。ちょっとごめんなさいね。もう一回ここでこうね、当てがってみて、こうこうこう貼りたいところね、一度こう適当に合わせてみて、をチョキンと。でこのね、切った部分もね、もったいないから取っといてくださいね。でこれを剥がして、全部剥がさずにこうちょっとだけね。で見る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 かな、この辺の方がいいのかな。ここにこうはみ出る具合にちょっとこうね、枠に合わせてこう、はい、でここでビート取っちゃう。取ってここの先っちょを持ちながら、こう見る見るね、こう枠に慣らしていってやる。
でこうねこすってあげて、でねで爪楊枝であんまり力を入れずにこうね溝にこうしっかり入れ込んでやって、こっちもねで、そうしたら今度は綿棒でこうねこすってこうしっかり密着させてやる。そうしたらここね気をつけてほしいんですけど、力を入れずにこの余った部分をカッター、その新品に変えてあるんで刃先をちょっとこうね入れてやる。あんまりこう滑らせてやるだけで切れるんで、でこの余分な部分をねピッと取ってやる。でもちろんこっちも、この溝に合わせて少しこう滑らせてやる状態にこうとね、もう切るというよりもちょっと滑らせるっていう感じね。塗装面ね、せっかくここまでこう綺麗にできたんでね、力を入れてね傷ませないように、あのカッターの刃がピーッとこう滑らせちゃうと、とてもねせっかくここまで綺麗に仕上げたのに残念なことになっちゃうんでね。うん、できた。もう一回こうね綿棒でこう 片方からね、この張ってある方からこう外にこうこういうふうに潰してやるような感じ。でここの外側に貼ったんで、今度この内側にこう入れ込んでこうねしっかり密着させて、こちら側もしっかりくっつけて、まあとりあえず上だけやったけどね、見えるかな、こんな感じ見えるかな。このね艶消し感具合が本物っぽくてねすごくいいんですよね。実際の車もここがねゴムパッキンのやつもあればシールのやつもあったりするんですよね。まあ物によってですけどね。でこういうような要領でこの下側もやってやる、枠縁全部ねやってるとこうグッとこう入る、なんかリアルな感じがねまたちょっと出てくるんですよね。まあそんな感じでねこういう技もありますのでやってみてください。で次回の動画では筆塗りでねこの枠をね塗るやり方、まあそんなね大したやり方はないんですけれど、雰囲気だけでも見ていただけたらと思います。じゃあまた後で、また後でじゃないね、今日はこの辺で。